チャオチャオプロスピアチャオ、どうもやちゃおです。はい、ということで急遽動画を撮影してるんですけど、皆さん今日のお知らせ見ましたか？びっくりサプライズアップデート来てましたね。このアップデートの真ん中、ここよ、ここね、真ん中のムービングファーストの変化方向に合わせてボールの回転する向きが変わるように調整しました。なーに、やっちまったなって感じですよね。僕守護神を赤堀さんとして、ランク戦大会やってるんですけど、いやちょっとどうなんだろうっていうね、実際にちょっと本日の動画で打者目線投手目線で使ってみて、まだ赤堀時代は健在なのか、それとも赤堀選手はもう千の時代の敗北者じゃけえなのかね、ちょっと検証していこうかなと思います。それではね、早速やっていきましょう。さあ行くぞ。お相手は、リスナーさん最高打率6割8分9厘、もうこのレベルね、抑えられるんだったらもう間違いなく通用するでしょと、いうことで、まずね、先頭バッターをね、申告敬遠していただいて、2番バッターから赤堀選手を出していただく、そんなルールでね、トルーム戦やっていきます。対戦よろしくお願いします。いや、どうなんだろうな、本気出すとか送っときますか。結構、ムービングファーストの変化方向に合わせて、ボールの回転する向きが分かるように調整しましたという、今お知らせをね、そのまま棒読みさせていただいたんですけど、まあ、赤堀さんがね、かなりヒットとして上がったり、まあ、それこそ巨人純正だったガルベス選手、中日だったらロドリゲス選手もでしたっけ？いや、結構打撃受けますよね。さあ、僕もこれ完全初見なんですけど、なるほどね。そういう感じ。逆に打てないんじゃないのこれ。あー、そうか。いや、内側に食い込んでくる方、ちょっとえぐく感じだけどな。個人的に、まあ、あれっすね、なんか、ワンシームとか、横ツーシームとかの系統に似たのかな、思うんすけど、あ、なるほどね。これ多分、逆に、情報修正というか、慣れるまでは、多分、なんか最近の環境、僕、正直、赤堀さんって、内野の後ろにポテン打てばいいっていう意識の人が増えて、結構攻略されてるイメージだったんですけど、多分これ逆に打てないんじゃないかな。なんかさっきまで、ですよね。めっちゃ僕的には、あ、そっか、打ちやすくなってんのか。ん？一瞬、ほこだてー。一瞬でね、言ってることが矛盾するんですけど、まあ、そうか、多分ね、慣れるまでは逆に打てない人たちも出てきそうだなって思うんですけど、まあ今僕あれですね、1打席で、いや誰が打てんねん、ジャースロキン。多分でもすぐ慣れるかもしんないですね。なるほどね。これは、どうなんだろうな。多分一時的な、情報修正、一時的には通用すると思うんですよ。皆さんが慣れるまで。だけど、これ慣れちゃうと、一気にあれですね、カモ玉になりましたね。ワンシームだったり、横ツーシームだったり。まあ、大野さんが結局、リアタイ環境で見られなくなったのも、あれなんですよ。横ツーシームがあまりにもすっ飛んでいくし、捉えやすいしで、やっぱ上ツーシームがね、プロスピ環境は強いですから、多分、僕個人の印象としては、一時的には多分、皆さんがね、慣れるまでは、大会でもランク戦でも通用するかなって思うんですけど、まあおそらくね、出回って慣れてきたら、かなり打ち込まれる印象かなっていった感じですね。なんか、かといって、純正向きになるかって言われたら、まあ、純正勢は間違いなくオリックス勢はね、必要になってくる。いや、それとれん、浅村さんは。浅村さんじゃない。ぐぬぬぬぬぬぬ。ぐぬぬぬぬ。あれですね。以前のスタンプラリー企画で、僕のリスナーさんの人気投票第1位のスタンプでしたね。まあ、それはさておいて、オリックス純正は、まあ、間違いなく赤堀さんは、持っておいて損なし。必需ね、必要な、マスナー選手になってくると思うんですけど、まあ、確かに12球団目線で、いやー、でも意外とどうなんだろうな。12球団目線で言ったら結構、外す人たちも出てくる気はしますね。
なんだろうな。ちょ、これとりあえずコールド持ってきたいですね。純粋に飛びやすくなっちゃったというか、皆さんもなんか感じないですか？あのワンシームとか横ツーシーム系ってアホほど飛んでくるんですよね。僕だけっすか？なんかそっちの系統に変わっちゃったかなって僕の印象は受けるんで、さあこれはね、ちょっと僕の方も赤織さんをリリーフして、まあお相手もかなりの猛者の方ですから、でこの後 DM 等々で聞いてどういった印象を受けたか、聞いてみましょうか。さあまずはね、約束通り申告敬遠。ちょっとこれ裏話なんですけど、あれです、1試合前お互いにアップデートしてなくて、え、何も変わっとらんやんっていう会話があったんですよ。だからあたかもね、この、1試合目の手出して、まああれですね、これムービングが初めて見るんですけど、1試合目っていう手では、いやー通用すんのかな、対戦よろしくお願いします。まあでもお相手ね、もう7割近くの方ですから、この方に通用するんだったらほとんどの方通用すると思うんですよね。いきますよ。ガチャ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 ホイ、えんちゃいます？これスタンドね、行かれたらちょっとミキサー検討しましょうか。あ、いいんじゃない？やっぱ多分ね、慣れるまで俺いけると思うよな。ちょっとね、あれですね、リスナーさんということでまだ緊張してるかもわからないんですけど、どうなんだろうな。投手目線でも、まあでもあれですからね、ムービングということで、別に決まったコースに投げれるわけでもないし、うんぷてんぷな部分は変わんないんですけど、結構やっぱまだ通用してる気はするな。慣れるまでは間違いなくまだ赤堀環境はありそうですね。さあこれ 5-0 で、コールド持っていく。対戦ありがとうございました。なるほど。え、まずね、撮影協力していただきありがとうございました。急遽ということでね、本当に助かりました。ぜひね、ちょっとこの赤堀さんの、アップデートの修正に関していろんな意見があると思うので、コメント欄で書いてほしいなということと、少しでもね、参考になったよっていう方がいたら、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではね、また次回の動画でお会いいたしましょう。カミカミですけど、失礼します。バイバイ。